おっそらゆさ。こんろりんコミック、ゴロゴロコミックで有名なコロコロコミックが1977年4月15日に創刊以来、なんと2020年4月15日で、2020-77、で、もういいや、引き算は難しいわーい。まあ、とにかく、4月15日は、コロコロコミックの日らしいよ。てかさー、先月号でさー、デュアルマスターズのコード、さあ、これ会員証ね。が、キラカードも2枚あってデッキ1個ついてたのにさー、ピッカプじゃなくて、もう、コロコロについてたデッキだけで、何枚うちにブライズクロさんあるのかな。この前のも確か入ってたような気がするからな。うん。すごいよ。あと、給付ダッシュ。ね。うん。給付ダッシュ。マナタンが余ってたらもう一回殴れるってことだよね。多分。知らんけど。いやー、もう、ね、すごいんじゃ。今月号もデッキついてきたんじゃ。今月号もキュラカーで2枚。あと。あ、あれ。防具さんいるよ。やったね。すごいよね。もう、結構最初の頃からいる人たちがまだまだ大活躍できるんだからな。使い勝手がいいっていうかね。そして、ゾイド・バイトハンと、あと、カービィのビックリメンとか、あと、デッキケースもついてるよ。作り方わかんねえな。なんだこれ。よくわかんないや。まあいい。今月号何がすごいかっちゅうと、いやもうデッキついてる時点ですごいんだけどね。これーライガー・ザ・アーサー先着1万2、3枚応募者有料サービス。最近は、昔はね、下手したらタダになる可能性があったのかもしんないけどね。知らんけどね。最近はなんか有料らしいよね。4,600円送料在込み。まあ送料で800円くらいかかってんのかな ?600 円かな知らんけど。うん。ランスロット多層。あ、なんだ、男が。が載ってるらしいんだけど、応募はこのハガキだからね。あと、内緒なんだけど、このハガキ。ここに、誰もいないの確認してくれよ。ここに、63円分の切手を貼ると、届くらしいよ。これを見せたやつだよ。届かねえんだぞ。ライバルに差をつけるっていう話をしたかったんだよ。うん、というわけでちゃうだよ。うん。ライガー・ザ・アーサーコロコロコミックで今回しかゲットできないからな。うん、多分ね。うん。というわけでみんなもゲットしようさ。あ、ちなみに多分ハガキ1枚につき1個だから2個欲しいお友持ちはコロコロ2冊買わなきゃいけない雰囲気だよね。うん。うん。どうしようかな。でもな、最近下手すると作らずに飾っとく感じが多いから、とりあえず1個で、とりあえず、悩みどころなんちゃちゃお。